ようございます。本日は人間将棋姫路の陣に多数お越しいただき誠にありがとうございます。ここ姫路市は大河本日国宝ウェールズ対ニュージーランドのワールドカップ、行われましたが、この国宝世界遺産姫路城は、先週の水曜日に、本物のプロが繰り広げる熾烈な将棋の上ゼリアで、そして今回は前へお越しいただきまして、はい、地方へお越しいただきまして、そしてお二人にお話を一言ずつ伺っていきたいと思います。まず北浜八段、はい、影武者将棋リアクションもヒントになるかと思いますので皆様どうぞご注目ください。そしてお二人はご注意ください、はい、では北浜八段そして山崎八段の順に選んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ね、国民将棋私初めてなんだけど、はい、私の解説は、ね、うん、そうです、ね、ですから風以外のねどれかなんですけどね、どれになりますか。王さんかもしれない。あ、よろしくお願いします。お願いします。あ、どんな風な将棋を見せてもらえるのかなと思って、はい、私自身ももう初めてなんで、どんな将棋になるやろ、楽しみです。いや、まずはね、我々足軽が足軽が本陣のね、あ、人間将棋、人間将棋、そうですね、石本さんが侍大将として、はい、今日はね、では、初手、まあまあまあ先手、山崎八段、7八金。お、そうですね、とそれで様子を見たんですね。こうやってこれも取られたらね、そうそうなんですよ、もう終わりになっちゃいますからね。そうか、ね、じゃあちょっとすかさず、いやいや後手4四歩。ああ、なるほど。そっか、分かんないようにしなきゃいけない。分かんないようにちょっといろいろそういう覆面的な作戦が、後手3二飛車。ああ、浮かび飛車にしてくるもんだと思ってまあ、ちょっと先手の人の構えが不細工ですけどね。先手4六歩。どういう、やっぱり分かりませんけどね。まだね。やっぱり後手4四歩。やっぱり頼りに行きつないだということにござりましょう。これではそれも本当だと。
します。高岡中学校王将奥田修太さん、飛車川崎健太さん、学業菅原文也さん、金賞坂井春人さん、太田敦也さん、銀賞山田優美さん、木村優斗さん、桂馬松原寛一さん、太田城さん、強者井上仁人さん、高谷和樹さん、歩兵高田昭正さん、田中瑠人さん、橋本隼人さん、芝高政さん、時枝海樹さん、谷寛治さん、坪坂蓮太郎さん、ハン・ソルビンさん、二の丸宗吾さん、そして旗持ち下森アノンさんです。続いて入場するのは道軍白露小中学校中学部、王将吉村真人さん、飛車長島雄介さん、学業谷口海里さん、金賞浜本健人さん、北村豪太郎さん、銀賞飯塚健信さん、美濃畑恵美さん、桂馬大西豪太郎さん、ジャミ武蔵さん、強者増田レオさん、伊藤陸人さん、歩兵石田君香さん、久保田和馬さん、伊佐山聖郷さん、大西亮太さん、松本花凛さん、安住一生さん、前田浩太さん、三谷亮さん、李浩太さん、そして旗持ち影山拓美さん、どうぞ皆様大きな拍手をお送りください。そして解説ステージではこれから始まる人間将棋の解説を行っていただきます。まず前半戦は井上九段と山崎八段に解説をお願いいたします。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なおこの対局の記録は藤井豪太郎さんにお願いいたします。まずは解説のお二方に本日の見どころをお伺いいたします。井上九段お願いいたします。そうですね、石本さんも、脇田さんも、あ、違うな、石本さんは振り飛車党で脇田さんは居飛車党なんで、まあ、居飛車と振り飛車の対抗か。そうですね、はい、石本さんは、まあ、オールラウンダーなんですけども、まあ、今回人間将棋ということで、全軍を使うということなんですけども、まあ多分自然に全部の駒を、使い切って、味方を使い切って、躍動感ある将棋になるんじゃないかなと思います。はい、うまいことまとめていただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは人間将棋の対局開始です。石本殿、脇田殿、よろしいかの。いつもなら2六と行くところじゃが、今回は様子見じゃ7六歩。はい、よろしくお願いします。はい、様子見ということで、様子見いつもは2六歩なんですね。確かに、そうなんですね、山崎さんと一緒じゃないですか。そうですね、相掛かりが得意で、はい、好感を持てる、はい、すごい終盤が、終盤最後のなんかところがすごい強かったです。はい、あ、脇田さんとはの将棋はよく見られたんですか。いや、携帯中継でね、はい、イヤがあるんで、はい、見させてもらうことがあったんですけど、はい、終盤戦がすごい得意な人なんだなっていう印象がありますね。一方、石本さんは、はい、同門ですね、はい、妹弟子ね、はい、こちらも様子見ということで、3四歩。はい、あ、これまだ分かりませんね。まだ分かりませんね。
もうこう八王子です。若田さんもございますけど、私は卒業すぐ社長をぐらいで、ね、知ってます。知ってる人いるまでか。知ってる人いましたね。名古屋のね、名古屋出身で、はい、名古屋といえばね、今も水曜日ね、こちらに来て、俺も水曜日大好きですよ。あ、本当ですか。まずはね、まあ、どん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 、はい、駒を動かして、ではこちらは王様を囲うとするか、どれぐらいかが分からなくて、でも王様っていうのは普段守ってる駒なんですけど、攻撃力がものすごい高い駒なんだなと思いましたね。7一玉と打ってましたもんね。いやもうものすごい、あれが自然と根っこ。じゃあ7八玉、はい、はい、まあ、大将は結構この将棋動くんですよね。甲冑がすごい四間飛車に見せかけて、お本当の狙いは三間飛車、お三人飛車、おおなんか気が変わったというか、なんかね、これは急戦調ですよね。急戦ですね。結構最近の将棋を見たんですけど、はい、すごい無理攻めするんですね。荒いですか。いや勝つときはいいんですけどね、はい、左竜は嫌いじゃ4七銀。はい、あ、そうですね、先に攻められるのを先に防いでということで、で、人間将棋だとこれ、このこいつですね、ここがついてると自然にこう動かせるんですけども、そう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 、はい、嫌いと言われてしまったが、こちらか動かさないとそろそろこう、もしかしたら止めてね、止めて止めると穏やかですね、穏やかになるので、ね、激しいことにはしたくないの。6六歩。ん？9六歩ね。はい。あ、6六歩。あ、6六歩。全然違います。あ、じっくりね。あ、じっくり、ね。これは持久戦狙いですよ。はいはい。これはまだ穏やかな。この組がじゃあどんどん突き飛車さんが穏やかにしようとするしてたんで、ね。少し見逃してもらったかな。5八金右。右と。はい。はい。王様をしっかり。まあ、王様はしっかり囲うです。行きますけどね、はい、行くので自ら身の囲い宣言が9六歩、おでもこれね、これ身の囲い、はい、そうですね、はい、身の囲い宣言かと言いましたけど、脇田さんも身の囲いになりそうな端歩をついていますので、では潔く7二銀、はい、潔くというか石本さん身の囲いしかあんまりしてないと思うんですけど、ね、花馬しているので、はい、でもなんかもうちょっとこの辺をね、あ、はい、動かしときたいね、動かしときたいですね、確かに。これも大きな手です。これ動かすのどうしたんですか。こういうのこれ昔やった時はなんか、はい、そうですね、自然になんかこう角のラインを利かして、はい、なんか攻める線形一歩欲しい時に、あー、なるほど、こう自然に同強で、あーはーはー、え、一歩欲しい時になんかこうここを仕掛けられた覚えがあって、感心した覚えがあるんですけど、ではそろそろ攻め側の駒も動かしたい、はい、4二銀、はい、4二銀と、はい、ウィがこういう構えをされるんですね。天守閣に王座、今言われたんですけども、はい、メインですか。ありがとうございます。歓喜先生メインだとあんまりね、すごい賑やかな大会という感じです。うるさいね。いやいやいや、で、なんとね、中井博恵女流六段、え、渡辺真奈女流三段、お、すごい、中村桃子女流初段、収穫美濃と来たか、将棋の、町とかね、はい、本当にいろんなイベントをやっていただきますから。一四歩、はい、あとやりた、セール、来ました来ました。これはね、もうこれはもう、ものすごい振り飛車としては、もうこれは絶対これもやっとかな、これやっとかないと、うん、危険です。まあ普段やったらこれもこれはそうですね、振り飛車のこの歩はものすごい大きな、知りました。石本さんも脇田さんも似たような囲いになるんですかね、なんか、さあ、では攻めの形を整えたいので
4四歩。はい。着々と解除してくれたらいいんやけどね。勝負に夢中になって気づかずと、まあ、まあでもそうですね、この桂馬はでもちょっとこちらはぴょんぴょんという。